はい。えー、それではね、え担当ゼミね、これだけゼミというところのガイダンスを始めていきたいと思います。えー、担当はレクセンに越しのおめでます。皆さん、こんにちは。ああどうも。はい、始めます。ね。 こんにちは,はい、えー、というところでまあ今日ね、えー、この「担当ゼミ」というところを実は今年またやろうとねまあ、実は担当ゼミ今年はまあちょっとやらない予定だったんですね最初はねでまあ5月の試験があってでまあほらねあのちょっと私のまあ秋のちょっと講座とかもやってたのでまあ、そちらもあったからまあ、今年はちょっとスケジュール的にもいいかなと思ってたらなんと試験がねこれ延期になってしまったと。 ねあのーまあ、コロナの影響があって、ね、収録の中だとね、まあ、コロナなんて風邪ぐらいじゃないのなんて最初言ってたんですけど、まあ、気が付いたらね本当大ごとになってしまってまさに今やソーシャルエジサーンですよねうもう離れて離れてみたいな感じになってるわけですけどで、まあ、そんな中、まあ、じゃあせっかくね、まあ、これ9月の試験になった,ったわけですからもうぜひ皆さんに合格していただきたい。や、ね、やっっぱぱりり一人でもも多くこれはもうこのにやっぱり数ヶ月の 期間がでできたわけですからこのチャンスを皆さんにつかんでいただきたいと思った時にやっぱ何ができるかと言ったらこれやっぱり担当ゼミだろうとねやっぱりこう直前といえば担当ゼミということになりますのでまたちょっと今年もやろうかなとまあちょっと例年とやり方を変えていきますけどでやっぱりね今年一番私が気にしているところは何かと言ったら皆さんが間延びしてる。 どうしてもやっぱりねあの、まあ、5月の内容がまあ9月まで延期になりましたね6789まあいや4ヶ月の延期になったわけですよ4ヶ月間勉強できるようになったんですけどやっぱり窓辺しますよね気持ち的には。 やっぱ張り詰めてた緊張の糸がちょっと緩んでしまうと今までね直前であればねもうだんだん盛り上がってくるわけですよ年明けて年が変わるとやっぱりねすごく重要で1月2月3月4月ってねだんだん盛り上がってきてでもう一日勉強時間が20時間25時間30時間1日じゃない1週間ねで勉強時間が増えてきたにもかかわらず「はい試験延期ですああ延期になってしまった」って感じでで気がつけば勉強時間がこう徐々に減ってきてしまう なんか一生懸命過去問やったのも、まあ、ちょっと忘れつつあるという方が、まあ、結構ねいらっしゃるんじゃないかで私は普通だと思ってますねやっぱりそりゃそうですよ人間、ね、やっぱりそこやっぱり嫌なことって早く済ましたいからねやっぱりなかなか試験勉強ってつらいじゃないですかだからやっぱり5月に向けて頑張ってたのがねやっぱり若干緊張の人を緩んでしまったしかしやっぱりそうは言ってもこれはね 試験に合格するために実力をねいかんなく発揮していただきたいというところを思ってますからじゃあ何ができるかって時にこの担当ゼミで最後の追い込みをねしていただけるとよろしいんじゃないかなと思います。でまずね今の時期の勉強って何が大事かといったらこれ皆さんねこれ実はこれ知識というのはまずインプットね覚えるまさに入門講座なんかこれだったわけよ。初めてやったね覚えてます一番最初にやった発明とは。 フォークボールの投球方法は発明になりません。おおみたいなその新鮮な気持ちあったでしょ。うんでこれここよ。ね知識のインプット、覚えるっていう作業です。でそれに対してで今度問題を解きますと知識アウトプット、問題を解きます。できた、まあできなかった、丸だったバツだった。よし覚えなきゃって形でまあこれを繰り返しやっていくんですね。で皆さんよく勉強というのはインプットとアウトプットっていうねこの要するに入力と出力だけだと思っているんですけれど。 実はこの真ん中の作業というのがあります。この間、この2つね。この間に知識を整理する作業で、これがないと本番では実はしっかり知識を引き出すことができないんです。で、結構まあ、なんですかね。あのまあ、皆さん勉強しているとあ。俺もう分かってる。過去問できてきたぞと思うでしょ。うん。結構よくある話ですよ。 例年ね先輩受験生がやりましたもう過去問を5回繰り返しました10回繰り返しましたでもいざ本番になったら点数が取れないああ問題違ってたからねって初めて見る問題だったもんって毎年初めて見る問題出るのよ。で、うん、でもななんん点数取れなかったんだろうという人はもうこれは簡単でこれ過去問を勉強してたんだよね。 だから過去問と同じ問題が出れば解けるんだろうけれどもこれ過去問と同じ問題は出ないんですねで過去問と同じ問題というのはこれ実はもっとね実はこれ本当に同じ問題でレックの過去問集と同じ形式なら解けるんですよでこう私まあもうちょっと今ねあのこのコロナの関係で帰れませんとかちょっと今できなくなってますけれどもこれもやり方考えなきゃいけないんだね帰れませんとかもね。 昔なかなかちょっとねあまり近くでしゃべるっていうのは最近難しいですから距離を空けるってことね、えー、ちょっと難しいんですけどこの「帰れません」っていうのを実はやってることはよく分かっていて何かといったら過去問をバラバララにして出題すするると結構皆さんん間違えるんですよ過去問集やっても間違いありませんって言ってるんだけどいざ過去問集の問題だけ出してみるそれも違う形ねフォントも違う大きさも違うで出すとこれ間違えるんです。なぜ間違えるのか っいうところで考えたときに、やっぱり、その過去問を勉強してた。だ過去問の形だと、なんとなくこれが丸だとか、これがバツだと覚えてたのが。問題で理解してたんじゃなかったんだね。うん、だ、そういった意味では、実は、どこまで問題を理解してるかしてないか。っていうのが、まあ、問題、問題というか、あれだな、あの条文を。これ難しいですよ、自分で把握するの。うん。で、明らかにわからないのは、あの、わからないっていうことになるのかもしれませんけど。結局、解説すればわかるわけだね。 よくやりがちなのは過去問解きました間違えました解説読んだああそうそうそうとそうだよねこれ百三十五条で神経つき悪化だよねとああ不適法だもんねあ,あうっかりしちゃったと思うんですけどそれって本当にうっかりなのかなっていうのはやっぱり不安なんですねで実際に間違えた問題について皆さんに質問すると結構あやふやなんですねいやこれただ単純に間違えただけですああそうなのじゃあちなみにこれってどうなのって聞くと結構答えられないんですよ だそういった意味ではやっぱりその何て言うんですかねこのまあど,どこをまあできるようにするかっていうのは非常に重要なんですけどまあ結局まあ覚えると作業はこれもやっておいていただくとでなかなかこれまあ今の時期からだとね、まあ、一からっていうのは難しいですし多分まあそういう方じゃないでしょう皆さんね学問とかやってますからいや私勉強まだ追いついてないんですよっていう人でも会社さんああん話がちょっと今ねあの焦りましたけど簡単に言うとインプットができているかどうか見,や見分け方っていうのが私あってこれ簡単です。問題文解いて 解説読んで分かったらインプット終わってます。そこは。問題解ける解けない関係ないです。うん。最初の頃思い出してみて、解説見ても分かんないでしょ。トリップス思い出してみて、解説見ても分かんないでしょ。<laughs> ね、まさにそう。インプットできないんですよ。だから。だから四本に関しては、わりと皆さんインプットはできてます。だそう心配してません。うん、でアウトプットはやっぱりまあ間違いを打ちの時はあると。 でなぜやっぱ間違えるかっていうと結局ここの整理ができてないなのでゼミの目標というのはやっぱり私はここだと思ってます知識を整理する例えば私が話します問題を出します、ね、皆さんに答えてもらいますね来てねああなるほどふんふんとああそうなんだって言ってああなんだ全部分かったじゃんこれで OK なんです実はそれでも勉強になってるんですこれいいですか やっぱりそれがあ分かったぞ。分かったぞと確認することがすごく大事。それで知識が整理されていくんです。いいですか？皆さんの今頭の中には知識がこうぐちゃぐちゃに入ってます。それを講義の中ゼミの中で私がこう並べ直すんでね。あ、この規定はこうだよね。この規定はこうだよね。あ、そうだったな。そうだったな。それだけで並べ方が変えるだけで、実は引き出しやすくするとだそれがすごく大事だ。今ね。今の時期というのはそこを皆さんにやっていただきたいと思ってます。 なので担当これだけのゼミの内容ということで、えー、今年は、えー、と問題演習今ちょっと例年はまず問題をガーンと解いてもらってたんですけどやっぱ説明する時間が短くなってしまうのでやっぱり今皆さんねどちらかというと問題は割とね年だけに解いてるのよだから何か今間延びしてる状況にはなってるので多分知識を確認していただいた方がいいかなと思ってますなので、まあ、特許法基軸、ねまあ、特許法をベースに4法の規定を平行でブワーッと見ていきますうん 例えばね出願の願書とかに関してもじゃあ特許法ではねあのこういう願書だよねとじゃあ衣装商標と比べた時に願書の重さって何が違うのよく私これ講義で聞きますけどそ願書というのは特許はどうでもいいんですよ。ねまあ、どうでもいいはちょっと言い過ぎですけど、ね、特許だって出願の名前とかなきゃダメだからね、まあ、特許大事ですけど権利範囲で考えた時って実は商標が一番願書は大事だね。うん、なぜかといったらこれは商標も指定商品も願書に記載されてるから。ね。うん それに対して衣装は、も図面が別にあるから、でも願書には物品だったり物品の説明、書の説明が入りますから、やっぱり権利範囲が関わってくるんだよ。それに対して特許って権利範囲が関わることってないんだよね。うん、昔と違って発明の名称も書きませんよ。うんということで考えると、実はまあ願書の記載というのは、まあ衣装商標に比べれば重要度が低いということになります。 であの以上の記載と商標の記載というところはじゃあ何があったのかなっていうそういう形でまあ特許法を基軸に他の法律もちょっと触れていくという形にしていきますで条文ごとの加工のポイントを抑えることでやるべきことを優先的に学習するというところで、まあ、今言ったのをただ単純に条文を読んでもしょうがないですから まあ過去問を中心で私の中の講座ではよく「これもん」というのを使ってるんですけど一応これもんのねゼミでは19.3を配れるのかなまさかその,一あの多分今年で十19.2ぐらいまでで終わりかなと思ってたんですけどまさか19.3を配ることになると思わなかったんですけどまあマイナーバージョンアップですけど、まあ、19.3を使ってその条文のこれもんを見ながら「あこの条文はこういう問題が出てるよね」これちなみになんでこうなるのとかそういったところを皆さんに、まあ、直接聞きたいなと。 思ってますまあ、当然自分で説明する時もありますけど、まあ、何個か聞いていきたいと出席していただいた方に関してはどんどん質問をしていくで当然まあお休みされた場合ウェブフォローとかってことになると思いますけど、まあ、ウェブフォローっていうことであれば、まあ、それについてはあのー、後でねウェブ見た時に自分で考えながらやっぱり見ていただきたい、ねうん、なぜだろうってクイズ番組と一緒ですよ うん、だからクイズ番組って一緒に考えるじゃない。ね、あんた俺のクイズ参加してないの考えてもしょうがないじゃんと思わないでしょ。だってクイズ番組なんだからまさに私がやってるのクイズ番組で一緒ですからたまたま観客はね、まあ、来てる方はお客さんですけどね観客で答えてますけど、うん、ただまあ皆さんも一緒にクイズを考えていただきたい。でそれによってやっぱり知識がねしっかり身につきますから。 と、うん、ということになります一応まああの、まあ、ウェブフォローとかもありますから、まあ、例えば遠方の方、まあ、特にスマートとかなんかね自分の口座でやってる方ですとやっぱり遠かったりするとどうしてもね今までそれ担当ゼミありますよと言っても、まあ、なかなかねちょっと参加どうしようかなと思ってたかもしれませんけれども一応ウェブフォローもあ,のあったりしますので、まあ、そういった意味では、まあ、あの参加しやすいんじゃないかなと。まあ、人数とか、まあ、本当に今後のの状況にあのよってはね、まあ、前回の あの講座の方ね最後の方なんかは緊急事態宣言で講座がねちょっともう無観客でずっとやった時なんかはズームを使ってね配信なんかもしてましたけどまあ場合によってはねまあそういう時をやってもいいのかなというふうに思ってますねはい、まあ、まあ例えばね本当にもうなんかねその宣言出ちゃってやっぱり来れないよといった時にはまあウェブだけじゃなくてねそういうこともできるかなと思ってます、まあ、そこはちょっと様子を見ていきたいと思ってますけどねあとはよく私が言ってるのがこのまあ3番目ですねなぜその起点になるのか。 を意識すすするることとで思い出しやすくすると、まあ、特に担当の問題に勉強する時は一つ,つ,つはやっぱりこれなぜその規定なのかなぜその文章なのかなぜその問題なのかそういったところをしっかり考えていただくやっぱりどういうところを問われているのかなぜそういう生き方をしてるんだろうっていうところをやっぱりしっかり考えていただくと当然時間かかりそうだったら答えだけ覚えちゃうっていうのも一、まあ、つの手ではあるんですけど。 ただやっぱりなぜそうなんだろうって考える。ただ単純に、ああ、そうだって。覚えるだけじゃなくて、なぜそうなのかっていうのをしっかり意識することが大事ですよということが一点ですね。あともう一個ここに書いてないんですけれども、これ一番重要なのは。いいですか。担当試験で一番重要なことは、まあ、一番じゃないんですけど。まあ、担当試験の重要なことの一つの。ところで、その二つのなぜね。二つのホワイで、もう一個のなぜがあります。 これは何かと言ったら、自分が担当の問題を解いたときに間違えた理由ですね。なぜ間違えたんだろうで、それをきっちり潰すことが大事です。うんで、ここをねないが、しろにすると実は担当の試験って点数が伸びないんです。で、結構これのね。その理解するレベルが人に違うのね。もうただ単純に解説するんで、ふんふんあ分かったぞっていう人でいいやっていう人とやっぱり自分としてはなぜそうなってどうして僕間違えたんだろう。 単純に最後の強行規定だけの言葉が違ってるだけなのかなと。しなければならない罰することができる。本当にそれだけなんですかっていう。例えばよくありがちなのは、えー、商標の窓プロのところの記載なんか多いんだよね。特許助,助間にすることができるしなければならない罰です。で回答を見たら「上は特許助助間にすするることができるんできよああそっかと」と、ね「強行規定と裁量規定間違えたこここの商標68条の何とかはこれ裁量規定だったねすることができるだったねはいはい、えー、覚えたぞ」。 まままた次忘れに決まってますよなぜマドプロがしなければならないじゃないのかっていうところを意識しないとダメなんですね。うん、でこれまで処分権限最終的な処分権限っていうの、まあ、次はあのこれ結局これっていうのは、えー、国際事務局に対して手続きすればいいからって話だよね本来は。なんだけど特許図書館通してやってもいいよと。ね、日本の特許図書館通した方が便利だったら日本の特許図書通してやってもいいよだから特許図書館に提出することができるんだよねしなければならないんじゃないのよ。 というところの理屈をしっかり理解した上であそこで間違えたんだってやらなきゃ、まあ、次また間違えますよただ単純に68条は裁量規定だととか、ね、いうことじゃダメになります例えば、えー、特許法のまあ100条から106条いっぱい条文がありますとねいろんな条文があるんですけど例えばこの中で裁量規定なのはどこなのかとか強行規定どこまぁ、あ、要するに職権でできるところはどこなのかそれでは実はすごく限られてるんですね、うん、これ実は1個しかない いうことで考えると、まあ、そういったところなぜなんだろうと意識して勉強していくといことがすごく大事になりますただじゃあ何もかもね闇雲にいろんなことを勉強すればいいんですかと言ったらそうではなくてはいここ四番過去問で問われている範囲をまず確実この優先順位はしっかりしてください過去問で問われている論点は絶対に確実にするとやっぱそこが出ることが多いんです さっき言った「単刀コレモン」というのは見て,見ていただくと分かるんですけど同じ論点が何回も出るんですよだそこを繰り返し繰り返しやっていただくってことが、まあ、すごく大事にはなります。はい、でゼミの進め方につきましてはだからまあ一応コレモン内に基づいて条文確保のポイントを再確認していくということが今年やっていこうかなと。もしかしかて、ね、ちょっと1回目の様子を見て 2回目問題を解いていてただくとかってこまあちょっと例年みたいに例年結構100枝ぐらい解いてもらうともやってたんですけど100枝1時間で解いてってやるとまあちょっと解説が2時間ぐらいになっちゃうのでまあちょっと時間ないんだよね。できればまあ直前期でペースをつかむということなので、まあ、ちょっと今年は説明を中心にやってみようかなと思ってます。 まあこれも、まあ、例年一応受講生終わったって話聞くんですよ合格者にどっちが良かったっていうと問題があった方がいいよっていう方と、まあ、説明があった方がいいよっていう方が、まあ、結構半で問題があった方がいいって声,声が多いのは知ってるんですけど、うん、なんだけど、まあ、ちょっと今年は時期がちょっと違うのでやっぱり知識を確認して、まあ、問題はあとは、えー、家でしっかり学習していただければいいかなと思ってますね。試験直前までのペースメーカーとして分かってるはずっていう規定を再度確認していくっていうそんな役割だと思ってくださいはい。 でそれ以外ちょっと細かいところの話にもありますなりますけどまず一番目下三歩については過去問学習を課題にしててて、えー、従って進めてくださいと、あのー、過去問なんですやっぱり下三歩も。でこれもうパリジファ法薬なんていうのはじゃあの説明してというよりかはこれこそ過去問と十分繰り返していただいた方が力つきますんで、ね、だからもうここに関しては下三歩については一応過去問の範囲を毎週こう,、ね、こう担当マラソンとないうのがあるんですけど。 それで指定をしときますので、この範囲で今週は勉強してくださいねって、その問題は家で解いていただくっていうあのことになります。まあ、抜き打ちで問題あるかもしれないけどね。まあ、その時はま皆さんできるはずだよね、家でやってるからね。うん、それはわからないです。あ、うん、やっ私のね、あのゼミってまあ L ゼミでも担当ゼミでも、まあ、講座でもそうですけど、私のもっとサプライズなんでやっぱりね。うんでこんなことやることないよと思ってたのが急にやる。それは好きなんですね。 皆さんの焦る顔、ねうん、え問題、w 問題勉強してねその、その日に限って勉強してないみたいなね、うん、でもそういう、ね、きっかけ、なんですかねこう、刺激があった方が勉強になるからね、はい、それから休んだ場合はあのウェブフォローで、一応まあ先ほど言ったようにいろいろやり方はありまして、あとレジュメとか配る場合、私、PDF で配布なんかもしますんでね、ね本校に来てというよりかは、もう PDF であのメールとかでお渡ししてしまうという形になりますので、まあ、その方が早いかなと思います。 ただ「4ぽコレぽん」っていうのがまあ,ありまして、まあ、いろんな講座でもまあ使ってますけど、まあ、そういうのも使ってまあ最後の知識を確認したいなというところですね。あとはやっぱりねあの青本が出たからね新しいの、うん、とか改正本、まあ、ここから担当試験に出そうな内容をちょっとピックアップしていこうかなと、うん、でまあこれについては説明するというかもしかしたら問題形式やっぱねあの新しいこととかもあの最終的に、ね、問題形式の方が理解しやすいんだよね。うん 去年の例えば秋の講座なんかでも関連書なんかは問題で出して改正の、まあ、解いてもらったこともありましたけどね帰れませんの形式で、うんまあ、そういった意味では、まあ、この青本とか、まあ、改正本で担当試験で問われそうなところを、まあ、チェック、まあ、私の方でしますのでこういったところはちょっとやった方がいいよという話はしていきたいなと思ってます。あとは5番目、えー、不安な知識固めですねやっぱりペースメーカーがないんですよねこの時期って。 うん、なので、まあ、あのゼミというところで考えると実施に行てこうなってますけど毎週土曜日、ねでまあ、ちょっとこれ気をつけてね、1回だけ時間違うから <laughs> ちょっとね、温厚な感じで16時なんですけど他は全部まあ18時というところでも毎回時間がまあちょっと夜になってしまいますけど、まあ、土曜日っていうところで、まあ、毎週土曜日の形で、ね、ペースでもうこれ試験直前になってきますからでちょうどま,あまさに、えー、とこれ9月の試験ってことは1月前だから 例年で言えばこれが今3月4月なんですよ。3月4月の直前期の追い込みということになりますから、皆さんとしてはもう担当試験を必死にやっていかなきゃいかんということですね。1回目は保護対象、例えば2条ですね。で特に今年は衣装がだいぶ改正が変わりましたよね。どういったものが保護対象になるのか、ならないのかで。サービス衣装とかも保護対象になる場合が出てきましたから、そういったものを言ったりとか、登録要件ですね。 まあ、特に、まあ、登録要件一番大事な書評なんかは3条、4条というのがありますから、まあ、そういったところを中心にやっていきたいとで2回目に関しては出願手続き中間対応というところで、まあ、主にやっぱり特許法の、まあ、補正だとか拒絶理由に対する対応ですねについてやっていきたい詐称、まあ、書評なんかは補正の用紙変更とかもあると思いますねそれから手続きさっき言ったようにどういったものがあるのかというところも見ていきたい、ね、単純に今特許の36条ですよとかそういうところじゃだけじゃなくてじゃあどういう書面で 例えばじゃあ17条の、えー、17あ36条ね36条のまあ4項から6項っていう、まあ、どういうところを考えたときにどういう願書でサポートでき願書とか明細書とかでサポートできるかとかっていうところをまあ担当試験に問われているレベルから見ていくということになりますね。 それから3回目に関しては、まあ、出願の、えー、種類実施権というところでちょっとあの権利ってここに、まあ、パンフレットに入っていると思いますけど、まあ、権利はちょっとあのどっちでやろうかなと思ってますねでやっぱりまあ権利になってからというところで、まあ、若干ちょっと授業の進度あの変わる可能性ありますけれども一、まあ、つは出願の種類とやっぱりいろんな出願がありますよね例えば衣装であれば特有の出願、ねえー、関連組物部,部分はまあちょっとまだ変わってしまいましたけど、まあ、秘密衣装 それから特許であれば分割出願優先権とかだいぶまあ重いところがありますけどそういったところを中心にやっていきたいあとは実施権ですよね特にやっぱり通常実施権の移転とか皆さん嫌がるところですからそういったところの規定を整理して何が原則で何が例外かっていうのを押さえていっていただきたいと思ってますでそのまあ特許権とプラス権利行使っていうところですよね先ほど言った110条から160条のようなところについてはここで話をしていきたいなと思っています そして5回6回やっぱり審判はもう試験としては絶対必須になりますで、まあ、どまあ5回目の方かなについてはもう向審判と訂正審判だけでがっつり言ってもいいかなというところで考えてますまあ拒絶したら副審判とかこっちでやっちゃってもいいんですけどもう中間対応でねやっぱりまあ審判特にやっぱりこの6回目は無効審判訂正審判やっぱこの流れと。 いうところをしっかり意識いただきたいでそれ以外の審判ですね特にまあ商標なんかの取り消し審判だとかそういったところについて含めてやっぱりしっかりやっていかなきゃいけない、まあ当は最新とかも入ってくると思いますあとは新取りとかね新取りなかったのこれ、まあ、いるとしたらこの辺ですね新取り 7番目条約との関連問題まさに特許184条実情新案法48条意象法60条商標法68条 PCT ジュネーブマドプロに対応する問題っていうのはやっぱり一気に固めてやってしまえばもうそこでね点数源になりますからやっぱその条約の流れが分かった上であればあのここについては大丈夫かなと思ってますで最後はその他の問題というところで、まあ、いわゆる、うん、ちょっと面白くない問題雑速早速、罰則だったりあとはまあここで扱わなかったような問題例えば防護表彰だったり まあそういったとととここころろに関しては、はのの8回目のところで触れられたららたたなと思いい、います。はいまあ、そういった意味ではもう本当にね、まあ、ちょっと忙しいゼミになるかもしれませんけれども、まあ、その試験に向けて全ての知識を再確認していくということになると思いますから、まあ、ぜひね皆さんあのこの最後、ね、担当試験に向けて頑張るぞという気持ちで受講していただければと思います。はい、というところで、えー、今回は時間になりましたので、えー、これで終わりにしたいと思いますあとはねぜひあのよろしければね、担当ゼミでお会いしたいと思います。 はい、というところで、じゃあ今回はこれで終わりにしましょう。皆さん、どうもお疲れ様でした。